はい、皆様こんにちは。本日はですね、こちらルミックス G100 をですね使って少しお散歩に行ってみたいと思います。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、お散歩に行く前にですね、ちょっとこのように景色を屋上からまず撮ってみております。こちらのチャンネルでですね、このように写真や動画に伴うことっていうのをこのように皆様にお伝えさせていただいておりまして、ぜひですね、チャンネルのご登録と、あと私の方にですね、コメントいただけますと、とても嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、本日はね、この屋上でですね、このワンちゃんと遊びながら、ピンと合うかな、はい、今あったかな、このようにですね、ワンちゃんと遊びながら、散歩に行く前の収録を今しておりますが、このように G100 なかなかコンパクトで、まだしっかりと使ってないんですけど、まあ、ファーストインプレッション的にはとても手軽でいいんじゃないかなと思いますね。はい、それでですね、こうお散歩行きながらですね、いろいろと撮影してきてみましたので、まあ、カラーモードなりですね、この手ブレ補正の感じなりとかっていうのをぜひですね見ていただければと思います。はい、それではですね、お、走り出した。どうぞ、動画の方ご覧ください。はい、現在がですね、カラープロファイルはスタンダードカラーになります。結構ですね、背面気象上では綺麗に写ってるんじゃないかなと思いますね。では次変えていってみたいと思います。はい、変わりまして次がビビットですね。こちらはですね、その色がはっきり出てるんじゃないかなと思いますね。次々とちょっと色を変えていってみますので、見てみてください。はい、こちらがですね、ナチュラルカラーですね。まあ、自然な色合いなんじゃないかなっていうふうに思います。ヒストグラム出てるんですけど、それでもなんとなくそうだなっていうのが見えますね。はい、次がご覧の通りなんですけど、白黒ですね、モノクロカラーになります。まあ、こちらはですね、そのカラーというよりは、白黒ですって感じになるので、こんな感じですね。はい、こちらが L モノクロームですね。この辺はパナソニック機で結構いろんなこの白黒のですね、種類があって面白い特徴の一つにもなってます。はい、こちらが L モノクローム D ですね。まあ、これちょっと白黒でも本当いろんな表現があって楽しいですね。結構このルミックスシリーズの特徴にもなってると思います。こちらですね、 SCNY というカラーモードで、ごめんなさい、ちょっとですね、私他のルミックス機でこのカラーもだったっけかなってのを後で見直してみようと思うんですけど、ちょっとパッと名前が出てこないです。 SCNY っていうカラーモードですね。はい、続いてこちらがポートレートモードになります。結構こう人物とか写す時に自然な色合いなんじゃないかなって思いますね。はい、こちらが CUST となっているので、おそらくカスタムモードかなと思います。何も設定してないんですけど、これ写りと色合いとかいかがでしょうか。はい、こちら CNED、シネライク D ですね。こちらの色合い結構好きで使っているので、こちらでもメインになるかなと思います。はい、続いてこちらがシネライク V ですね。まあ、こちらも割とこう渋めの感じに出て好きなので、たまに使ってます。もうシネライクシリーズはかなりいい色合いしてると思います。はい、続いてこちらがですね、パナソニックのログ、Vlog L になります。フルダイナミックレンジのですね、Vlog ではなく L の方になりますね。それでもこうちょっと色をいじくって遊ぶのにはとてもいいんじゃないでしょうか。はい、こちらですね、Vlog L で撮影しております。かなりこう太陽に近いところをですね、特に考えもせず写してるんですけど、まあ、このカラーグレーディングカラーコレクションをしてどういった色合いになるのかなっていうのをちょっと見てみたいと思います。はい、それではですね、今は特にこうカラーに気を使いたくないというか、そういう風に使いたいので、ノーマルのですね、通常のスタンダードカラーで歩いてみてます。それでですね、レンズの方はオリンパスの9から18ミリまでの超コンパクトな広角ズームレンズ、それとですね、手ブレ補正の方は、通常モードですね、で撮影してみております。で、モードは 4K になってますね。まあ、やはりこう比べると GH6 とかよりは手ブレ補正弱いなと思うんですけど、それでもですね、十分手ブレとか抑えてくれてると思いますね。
はい、こちらですね、今サツキの花が咲いていますね。もしかしたらちょっとツツジかもしれないんですけど、綺麗に咲いています。写りとかいかがでしょうか。それでですね、結構使ってて思うんですけど、案外オートフォーカス遅くないなっていう印象です。この辺ちょっと設定もですね、もう私がよく使うであろうオートフォーカスの速度もかなり上げてますし、あとこれもう元から暗いレンズなので、あまりこう ND フィルターとか考えず S モードで、あのシャッターのですね速度は50で固定で、もう絞りがかなり今表だと絞られてると思うんですよ。そうするとですね、当然のごとく被写界深度も深くなるので、ピントは合いやすいのかなっていうふうに思ってますね。こんな感じで結構早いと思いませんか。はい、それでですね、家帰って聞いてみたいなと思ってるのはオズオーディオですね。こちらがこうどれぐらいしっかり音を拾ってくれてるのかなとかっていうのは結構気になったりします。でこの後ちょっと自撮りとかも試してみようと思うんですけど、急にですねこのように怪しい雲が出てきましたので、ちょっと帰ろうかと思います。はい、この画像の真ん中あたりでですね、バカケホンセイインコが鳴いています。なんかおしゃべりしてるような感じでちょっと可愛らしいです。これでうちも風結構強いんですけど、声とかちゃんと拾えてますかね。はい、ちょっと比較なんですけど、こちらが手ブレ補正なしの状態で歩いてみてます。結構こう揺れてるのがわかるかと思います。はい、続いてこちらが手ブレ補正弱ですね。まあ、これでももう結構手ブレ抑えられてるのがわかりますね。はい、それではこちらがですね、手ブレ補正強になります。まあ、かなり抑えてくれてるんじゃないかなと思いますね、手ブレの方は。まあ、こちらのちょっと自撮りとかには向かないぐらいクロップされてしまうので、まあ、超超広角レンズを使うとどうかなとは思うんですが、まあ、あのこう手持ちでですね何かを撮ってる時ぐらいがいいのかなっていうふうに思っております。はい、こちらがですね手ブレ補正標準で自撮りをしてみている形になります。写りとかいかがでしょうか。こんな感じですね。はい、やっぱりこう 4K でですね、こう手ブレ補正標準で撮影するとこの 9mm という超広角でも顔は大きく映ってしまうと思います。これ手伸ばしきるとこんぐらいなんですけど、やはりですね、あのこう自撮りとかを楽しみたい場合っていうのはフル HD にした方がいいかなって思いますね。はい、それではこの 4K のままですね、手ブレ補正弱、電子手ブレ補正ですねのままこう歩いてみております。まあ、あんまりこう意識せず歩いてますけど、このシューティンググリップを持って撮影することによって、まあ、しっかり持たないとこうブラブラしちゃいますけど、ある程度こう気をつけて持つとですね、割とこうブレないで画像が撮れてるんじゃないかなって思いますね。このカメラに対してですね、思ってる気持ちっていうのもあるので、この後ですねそちらの方をちょっとお話ししていきたいと思います。はい、それではですね、あのお散歩に行ってその時のですね動画っていうのをご覧いただいたと思うんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。ですね、あの動画、散歩に行った動画ではですね、そのカラーモードですね、そちらの方のチェックと、まあどういう色合いで映るかなっていうのを、今もそうなんですけど、このスタンダードカラーですね、そちらで撮影してみております。まあ、あの使っていて思ったことっていうのはやっぱり軽くてコンパクト、もうそれに関しては本当にいいなと思ってましたね。で、あとはその 9mm から 18mm までのリンパソンですね、コンパクトなズームレンズ、広角ズームレンズを使っているんですけど、まあ、そちらがやっぱりとてもこうバランスよくていいなっていうのが、あの改めてそのコンパクトと小さいっていうのを組み合わせていいなと思いました。はい、それでですね、まあ、自宅の方戻ってきまして、屋上からですねこの新宿の不動心の方を、まあ、あれ中野坂上の方なんですけど、バックにですね屋上でお話ししてるんですけど、まあ、このオズオーディオっていうのはですね、こう顔を認識してると、この認識してる枠の外にこちらの声集めてますよとか、そういうの結構詳しく出てるので、まあ、詳しくというかその高性能な感じがとても出てたんで、実際ですねその収録してきて音がどういう風に聞こえてるかなっていうのを編集時にですね聞いてみるの楽しみだなって感じですね。あと合わせてなんですけど、そのオートフォーカスの想定よりはしっかりと働いてくれるかなっていう感じとか、あと手ブレ補正とかもですね、その調整を場面場面に応じてしていくとですね、しっかり聞かせたいところでは聞かせたりだとかっていうのができるのが、まあ、使っていていいなと思ったところですね。あとやっぱりその何度も言ってますけど、そのとにかくコンパクトっていうのは持っていて疲れなかったりとか、そういうのが本当に私の中ではまあ
サブ機としてはとてもいいなと思います。メイン機として考えるとですね、やっぱり 4K だとかその画角だとかそういうところでなかなかですねちょっと制約が多かったりするので、こればっかりこう使ってってことになってくると長回しですね、こうお伝えしたいこと長かったりとかすると結構厳しいのかなとは思うんですけど、それ以外のこう本当サブ機としての用途で考えると、まあ、必要十分なボディだなっていうふうに思いました。はい、あとそしてですね、こちらのカメラを買った理由というか、その私の中でその位置づけですね、それを大事に考えておりまして、今も言いましたけど、そのサブ機としてはっていうところは本当にとてもいいボディだと思います。ただそのメイン機にはちょっとなりにくいかなというところで、この私の中でこの G100 ですね、どういうふうに使っていきたいかっていうところで考えると、まあ、α74 なり GH6 なりっていうところが、まあ、メイン機、まあ、あとは S5、ルミックス S5 とかですね、メイン機で使うとしたら、じゃあそれ以外に手軽に今まで撮影するってなると、アクションカムがありましたね。でアクションカムがその手軽にっていうところでメインのこう用途で使ってたんですけど、それよりはこうしっかり撮りたいけど、じゃあそれよりもこうしっかり撮れるけどコンパクトなボディという、そのアクションカム以上をメインのミラーレスカメラ以下ぐらいの間のですね、カバーしてくれるボディとして使っていけるなっていう感じになりました。で、まあ、あと写真だとかですね、レンズを交換してこうズーム域持って使ってみたとか、広角がやっぱりこうちょっとフォーサーズセンサーっていうのは弱いんですけど、まあ、それでもですね、この 9mm っていうところで考えると、自撮りでフル HD とかだったらまだ全然広角の方になりますし、まあ、本当使い方設定がいちいちちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、そういうふうに工夫していくとしっかりと使えるボディでしたね。まあ、あとはこの色の好みとかですね、そういうのが私はこのパナソニックのカラーリングとかかなり好きなので、その辺がですね、まあ、使っていて、まあ、この後編集してみて実際どうかなというところで見てみたいと思います。あとはその色情報の方もですね、8ビットの Vlog-L なので、まあ、その辺っていうのが、まあ、わざわざその Vlog を使うかなというところが多かったりすると思うので、カラープロファイルの方もですね、自分の好みのモードっていうのを、まあ、今日はスタンダードなんですけど、いろいろちょっと使っていって、今後ですね、どれがいいかなって決めていってみたいかなと思います。はい、ということでですね、本日はこのルミックス G100 をですね、使って初めてお散歩に行ってみたんですが、まあ、この、トライポッドですね、トライポッドグリップも含めて、全般的に、あ、そこそこだなって感じはとても得られましたね。こう使っていって使えないってこともないけど、がっつりこう動画を撮りたい、写真を撮りたいって時には、まあこれだけだとちょっと物足りないかな、不安かなって感じがあるっていうのは本音でした。まあやっぱりこの 4K での収録10分間っていうのは、まあ、ずっとこう回していて、その中でこう動画をどういう風に作っていこうとかって用途にはやっぱり向かないと思うんですよね。で、今もうこう、手ブレ補正あえて標準のまま 4K で撮影して、これが 9mm という広角のモード。まあ、フルサイズで 18mm って扱いなんですけど、さらに 1.7 倍ぐらいかなになっちゃってると思うので、まあそんなこうガーッと広いよって感じじゃないと思うんですよね。まあそれでもこのフル HD に戻したりとかってすれば、まあ応用は効くわけです。というところでですね、その本当にファーストインプレッションですね、G100 のファーストインプレッションっていうのはこのような感じになりました。はい、こちらのチャンネルでですね、このように写真や動画のことを含めですね、いろいろ私が使っているものだとか、あとドローンとかですね、最近ちょっと買ってみましたので、こう、時系列的にどういうふうに進んでいきますっていうのを皆さんにお伝えできるかと思います。一緒にですね、楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録と、あと私の励みになりますので、ぜひグッドボタンいただければと思います。あとはですね、冒頭申し上げましたけど、コメント等でですね、気軽にコミュニケーションいただけると嬉しく思いますので、お待ちしております。実際ですね、今回し出して8分ちょっと、まあ編集していくのでもっと短くなるんですけど、もう8分ちょっと経っちゃってるってことを考えると、何かこう皆さんにお伝えしたいこととかって話して、もうこう、ちょっと話してるとですね、あっという間に10分ぐらい経っちゃうんだなっていうのが、使ってみてもやっぱり再認識できましたね。というところでその10分制限っていうのがこの G100 を扱っていく上でどう捉えるか、それは皆さん次第だと思うんですけど、まあ私はどちらかというと長回しっていうよりは短編で撮っていて編集することが多いので、あまり困らないかなっていう印象でしたね。はい、というところで本日の動画の方は終了したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。